葵、お前またスタバの面接落ちたのか？うん、でもなんでなんだろう。毎日何時間でも入れるって言ってんのに。あ、匠とは葵や、なんか話してる。お前ちょっとがっつきすぎなんだって。もうちょっと余裕あるとこ見せないと。わかってるけど、ああいうのは初めてだし難しくて。え、何これ、葵が恋愛相談でもしてるんかな。お前さ、もう諦めたら？嫌だよ、そんな簡単に諦められるわけないじゃん。でもお前もう5回も断られてるんだろ。そうだけど。へえ、相手の子のことよっぽど好きなんやな。もう他探した方がいいって。金だって必要なんだろ。え、貢いでんの？それはあかんで。でももうお金の問題じゃないんだ。絶対に入れてくれるまで諦めない。いや、入れるってただエッチしたいだけなんかい。あ、そうだ、渡したの持ってる？お、うん、あるよ。え、ラブレター出したん？今時珍しい。あー、ダメだぞこれは、字が汚い。あー、あかんとこ添削したってるんか。そっか、わかった。もうちょっと綺麗に書くよ。あと写真の顔が暗い。写真貼ってんの？おい、お前何幼稚園から経歴書いてんだよ。高校入学からでいいから。ここもいらんわ。あ、ここ、研究の連絡先書いてねえぞ。ちゃんと親の番号書いとけよ。ラブレターに個人情報書きすぎやって。自宅からの距離10分は好印象かな。どこがやねん。自分の家と相手の家の所要時間書いてたら怖すぎるわ。まあこんなもんかな。ありがとう。葵、気づいて。それ出したらアウトやで。まああとはどう印象を良くするかだな。うーん、誰かいいアドバイスくれる人いないかな。しゃあないな、私が手伝ったるわ。夏希ちゃん、話は聞かせてもらったけど、そんな下心丸出しては絶対うまくいけへんで。さっきの聞いてたの？恥ずかしいな。意外とそういうことは相手にも伝わるもんやから、ここは純粋な気持ちでいかんと。え、例えば？せやな、それはなしでいい。え、これなしで行くの？そんな回りくどいことせんと毎日連絡すればいいねん。え、迷惑じゃない？向こうも忙しいし。もたもたしてたら他の人に取られてまうで。最初はガンガン押しまくらな。うん、わかった。で、相手がちょっとなびいてきたらそっけなくする。そっけなくって？一切連絡取らんことやな。それ大丈夫？絶対失礼でしょう。もうこれやから初心者は押してから引くなんて基本やで。そうなんだ。で、相手からの連絡が止まった時にこっちから連絡する。これで OK や。ありがとう、なんか自信出てきたよ。そうやろ、もうこれで完璧に落ちたで。落ちたらダメじゃん。